これはグレーハウンド、スコティッシュディアハウンド、コリーの根欠ラーチャーは、サイトハウンド内もしくはその他の犬種の根欠の犬で、ある。よって、ラーチャーは、犬種ではなく、犬のタイプであり、多くのラーチャーは、グレーハウンドの血を引いている。狩猟のほか、農家での害獣駆除によく使われる。イギリスとアイルランド産で、それ以外の国で見ることは珍しい。 英国では19世紀にドッグショーが盛んになる時まで血統ではなく仕事の種類や外見、修正で犬を分類していたのでラーチャーという呼び名が誕生した。その昔、純血種のグレーハウンド、サルーキウィッペット、ボルゾイ、アフガンハウンド、アイリッシュルフハウンド、ディアハウンドは貴族だけが所有を許された。そこで一般の者がさらに効率の良い狩猟を 密漁として行うためにラーチャーは発達した。18世紀に勇敢で毛が短く、しつけがよく入り、狡猾で足が速く、ハンティングにぴったりな野獣がいた。それこそが古き日のラーチャーであったと信じられている。また、世界大戦中では、ラーチャーはジャーマンシェパードドッグやボーダーコリーと共にメッセンジャー犬としても使用された。 ラーチャーの名前の語源はロマゴルールで盗賊という意味でもある。密漁に使われることによって1940年代にラーチャーを飼っている者はすべて無法者で不名誉な者とラ印を押された。実際の記述は1686年にリチャード・ブロームが紳士のレグリエーションでラーチャーをペリアの仲間に入れている。現在でも英国内には数多くのラーチャーが存在しており、 狩猟、コーシング、レース、ジプシーと生活を共にして、食料を確保する、犬等、実用的な面が多い一方で、年を取った場合に、迷子や捨て犬となって、レスキュー団体で新しい飼い主を探している数は、他の犬種より多い。家庭では大変良いペットになるが、実用として飼っている場合、ハンティングに使えなくなり金を得ることができなくなると、 ラーチャーを捨てたり殺したりする人間もいる。しかしラーチャーは非常に従順な犬であり、それ故コーシングハウンドやハンターとして使われるが、信頼できる女王の深い家族になることは間違いない。ブリードではないが、英国内では歴史のある人気の高い犬でもあり、カレンダーやマグカップなど他の犬種と肩を並べて多くのグッズも販売されている。外見は、 様々なサイズと形に分かれる。上記に挙げられた、サイトハウンド以外でも、ベドリントンテリア、ブルテリア、コリー、ジャーマン、シェパードドッグ、ラブラドールレトリーバー、ポインター、ゴールデンレトリーバー等との様々なクロスがあり、毛の長い、短いや色なども様々である。またサイトハウンド同士の組み合わせは、ロングドッグと呼ばれる。ラーチャーが、通常のクロスと決定的に違うことは、 ラーチャーは人間がそれぞれの狩猟方法に合わせて意図的に狩猟に良い部分を持つ犬を掛け合わせ実際に刺激の犬として使用するために生産されていることである。例えばグレーハウンドは世界で2番目に速く走る動物として直線を得意とするがまっすぐに獲物に向かいすぎるためブッシュの中などは苦手である。ウィペットはグレーハウンドほど早くは走れないが コーナーや球ターンを得意とするため、ブッシュの中でも木々にぶつからずに獲物を狩ることができる。よって、グレーハウンド、ウィッペットを組み合わせれば、小動物を狩るのに、最適なラーチャーが出来上がるというわけである。2005年の2月、英国ではハンティングが禁止されたが、ラーチャーによるウサギとネズミの狩りは現在でも、法的に認められている。ありがとうございます。